いやー、来ました骨董通りの路地裏、いつもアニチューブをご覧いただきありがとうございます。ちょっとイギリスとスコットランド帰りで少し鼻声ですが、今回はですね、ブリってますよ。ブリティッシュメイド、BM の、オリジナルの、新しい FW の商品と、なんかねツイードとかあと別注かな、なんかねちょっとねバブってるっていう風もちょっと感じるんで、ブリってるな。ちょっとねアニチェック行ってみます。いい天気、ブリってるな。ここブリってますね、これここブリってます、ブリってます、これもブリってますね。はい、ということでですね、2023年の FW の BM ブリってる感じで、おなじみの、坂本さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとイギリスとスコットランド帰りでちょっと鼻声になってますけども、はい、もうなんか実際私初めてだったんですけど、向こう行って、向こうを見てくるとこのなんか草木が多いよね、はい、これ取れます、こういうこう草木があるこの小道とかこういう感じが本当にブリってたんだなって実感しました、はい、ブリティッシュガーデンを意識して。そうですよね、なんかね本当に散々私ブリってるブリってるって言いましたけど、はい、今渾身のブリってる、はい、ブリってるということで、もうこの大六軒もブラックが結構いい感じなんですけど、今回も、BM のオリジナルおよびなんかバブって別注グループが加わってきてますけど、はい、早速、ちょっとツイード気になりますね。 ありがとうございます。ツイードのジャケットからいきましょうかね。じゃあ一回ちょっとこのブラック大六軒を、これめっちゃ丈感もいいしサイズ感もめっちゃいいんで気に入ってるんですけど、まあ、これもなんか今年新色がまた新しいですよね、はい、これとかかな、はい、そうです。じゃあゆっくりちょっとやってみましょうかね。じゃあもうアニスタンドも今回からアニスタンドでちょっとここら辺、まあ、ここら辺ですかね。じゃあこのツイードちょっと気になりますね。はい、ありがとうございます。ツイードとこれも気になるのかなこれ気になりますね、これね。これが気になるからこういう感じで、はい、ちなみにこの剣言ブーツは、はい、ペナインっていうモデルで名前が変わるんですよね。そうです、はい。これはまたなんか新入荷ですか。そうです、秋冬で一応入ってくる予定がありまして、10月の中旬ぐらいに。なるほど、はい、やっぱいいっすねこの感じ。今日はブーツじゃない、今日ブーツです。はい、私はこれ、ハワードでした。ハワード、ハワード育って、はい、育ってきてますよ。いいっすね、まあ、これだけ経年変化、はい、同じレザー使ってますからね、うん、はい、じゃあこの子はじゃあ一回後ろにスイードの BM オリジナルですかね。 BM オリジナルです、はい。じゃあちょっと簡単に説明を、はい、はい、もともとこの僕が今着てるコンブレですよね。これめっちゃ形綺麗ですよね、はいはい、これをベースにツイードに素材を置き換えているんですけど、はい、ちょっと袖の長さなんかも少しだけ調整したりして、微調整してる、微調整してます。で、特徴はやっぱこのツイードの生地ですよね。これがウェイトが 510g って結構、うん、はい、しっかりした、まあ、ウェイトのもので、はいはい、でもそんな重さ感じないですね。そうですね、特にあんまり副資材使わないで、あ、もう1枚仕立てで、はい、作ってるんで、はい、それでそんなに着ると重さは感じないんですけど、はい、結構このやっぱ 500g 前後のツイードってハリスツイードとか、はい、あと、まあ、フランネで有名ですけどフォックスブラザーズもフォックスツイードっていうのがあって、はい、それも大体やっぱ 500g 前後だったりするので、でこれ英国羊毛を使ってて、あとブリってますね、はい、ブリってますね、ブリティッシュメイドだけに、はい、であとはニュージーランドのメリノウールも混合して、まあ、ツイードにしてるっていうものですね。ちょっと着てみてもいいですか。ぜひぜひ。でこれガンクラブチェックかな。ガンクラブ、はい、まあ、一番私もこうブリってるチェックっていうか柄では、はい、一番合わせ、まあ、ツイードのジャケットもいろんな柄のパターンありますけど、はい、なんか合わせやすいですよね。そんなに癖もないのにこう英国感がある感じで、お、なんかねシルエットが、はい、その前にもコンベレ着させて
着たことがあるんですけど、はい、なんていうのかな、まあ、ブリティッシュってもっとすごいカチッとしたイメージがあると思うんですけど、うんうん、はい、それをソフトな感じで、例えば、まあ、今こういうカットソーの T シャツとか、はい、まあ、坂本さんも T シャツですけど、はい、こういうラフにブリブリっていうよりは、うん、なんかカジュアルに着てもいいし、うんうん、例えばノーカラーのシャツに着てもいいし、もちろんタイドアップでニットとかもいいと思うんですけど、はい、これちなみにサイズは今サンプルなんで、そうですね、サンプルなんで38ですね、これね、はい、38 M サイズ相当、多分、はい、今までの30代だったらこのサイズでいいかなと思うんですけど、うん、はい、今なんかちょっとゆったりめで着たいけどやりすぎたくないっていう感じだと、はい、まあ、私だと40かなって感じはしますけど、うんうん、イングランドから、はい、スコットランド電車で移動したんですけど、はい、まあ、羊大草原に羊が放し飼いになってるか、はい、牛が放し飼いになってるか感じなんで、そのねちょっと目あったんですよ電車で、はい、この乗りながらね、はい、それ感じました、なんか。それとニュージーランドのグルーヴも感じますけど、そうですね、すごい軽いですね、うん、で、ここいいですね、このディティール。あ、いいですよね、これ多分 BM のオリジナルはみんな、はい、そうですね、ついてます、この、まあ、チケットポケットとかって言ったりするんですけど、パッチポケットの中にもう一個、このディティールってワークウェアとか普通のドレスであるディティールなんですかね。どうなんですかね、あんま見ないですよね。イギリスのジャケットでこういうディティールやっぱつけてるところはあったりはして、これでいいですよ、このパッチの中にエチケットポケット、チケット、あ、チケットチケット、あ、もともとそうですよね、はい、チケットなくしちゃうといけないから、はい、確かにこれだから向こうで電車乗るときとか便利ですよね、はい、自分のチケットをこう自分のチケット、自分の今日は例えば今日は4時から銭湯に行くとか、はい、で6時からまずはフィッシュ&チップスで、エールビールから始まって、はい、その次にラガーでハギス、うん、ハギスは8時から、はい、自分のチケットここに自分のチケット入れたりいいですね。で色展開はこのブラウン系のものと、はい、あとこちらのグレー系の、こっちもちょっと着てみていいですか、はい、なんかブラウンの方がすごくブリティッシュっていうかブリってる感じはしますけど、こっちもまたいいですね。そうですよね、王道のブリティッシュカントリーだと、あー、まあ、ブラウンでなんかグレーグリーンっぽいというか少しグリーンっぽさもありますね、うんうん、これ、はい、ガンクラブなんで結構色がやっぱり中に入るので、確かに軽い、軽いし、なんかこれぐらいの英国感が一番ちょうどいい感じがするし、うんうん、なんかハワードにも合いますね。合いますね。でちなみにプライスの方はこれが、6万3000円の消費税で6万9300円です。完璧じゃないですか、はい、さすがですね。このプライスは素敵なプライスですね。そうですね、普通結構もっとなんかねいっちゃうじゃないですか、10万超えたりとか、はい、これだから今は38ですけど、はい、また入荷は結構いつぐらいですかね、来年の秋来年の秋ぐらいですか、1年後ぐらいですか。そこまではいかないと思うんですけど、11月12月10月にちょっとずつこう入ってきそう、もしかしたらちょっと分かれて入ってくるかもしれないですけ ど、これいいですね。じゃあこれは今38なんで、これ40を心のアニコーナーにしていいですか、これ、はい、もちろんです40を、はい、これですよついにこのブリティッシュメイドが坂本さんが着古したバブアーをもう史上初のユーズドモデル、違います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 よね、参考モデル、これはなんか私物ですよね、私物です、はい。で今回の今まで BM バブビッチュっていうのはやられてるんですか。いや、やってないですね、別注は初めてですか、はい、今回。いやこれ、はい、ちょっとバブってますねこれ、はいじゃあちょっとこのご説明を、はいはい、これも皆さんご存知かもしれないですけど、トランスポートっていう方で、はい、名作ですね、名作、はいはい、で一番定番のオイルドクロスなんですけども、はい、色をブラウンにしているのと、うん、通常ブラウンだと襟もブラウンのコーデロイがつくんですけど、はいはい、これはあえて黒のコーデロイにして、はい、でこれスタイリストの四方さんに監修して、そうだ、はい、だからさっきのジャケットも BM のオリジナルも別注も四方さんですね、はい、四方さん、だから今回四方さん共演できそうだったんですけど、はいはい、私も避けてるかっていうのが話聞いたんですけど、気が合わないとかニアピンで、あ、本当ですか、スケジュールが避けてる、共演 NG にしてるわけじゃない、いやもうぜひ
出たいと。あ、本当ですか。じゃあ鹿田さんこれ見てたらぜひ、はい、次回機会があれば、はい、ね、ここで3人で話したいですよね。そうですね、そうですね。そっか、じゃあこれも鹿田さんのと一緒に作られたってことで、はい、で、はい、そのまあ元にこの、まあ、茶バブ、はい、まあ、茶タンバブですよこれ。茶タンバブ一言で言うなら茶タンバブちょい黒みたいな。で、これが私物の、はい、これビュー、ん、これビデール。あ、ビデールの方が、はい、ビデールがちょっと長くなるとビューフォートになるって最近やっとね、はいはい、あの説明がうまくできるようになってビデールのこれ私物で、はい、この茶色を、同じ茶色かな、これ、はい、多分一緒だと思うんですけど、いろいろその年代とか個体差とかもあると思うんですけど、はい、これ何年ぐらい着られてたんですか。それはね、もう10年ぐらいは着てると思います。味出てますね。だいぶオイルも変化して色も当たりが出たり。多分まだこれ多分録音すか、通常のやつだから。で、今オイルがこれも染み込んでるんで、あのだいぶ着っ込むとこれぐらいの色になってきます。すごいダークブラウンですけど、いい感じのブラウンになるんで、はい、いや茶バブちょっと忘れてました。これ茶バブ忘れてました、はい、セージと、はい、あのオリーブで頭がいっぱいになって、はい、1週間もずっとイギリスと、はい、スコットランドにいたのに茶バブがいいっすね。結構いいんですよね。僕も何個か持ってるんですけど、やっぱり意外と登場機会多くて、はい、で、そういうこと、鹿さんと打ち合わせするとき、はい、冬とかしょっちゅうこれ着てたら、はい、茶色いいねってなって。あ、でもそういうの大事ですよね、はい、なんか一緒にこうなんか企画とかアイデアとか出してるときの、それを私はグルーブって言うんですけど、はい、なんかこれいいね、だったらここ黒どういいねみたいな、はい、これちなみにおいくらですか。これが5万3900円です、ね、これデリバリーはいつ。これも結構遅れてる、11月頭ぐらいですか。10月には入ってくるのではないかと、今ただいろいろどうしても。そうですよね、はい、インポートのものは若干ずれる可能性があります。10月末ぐらいだと11月頭になる可能性もありますね。そうですよね。ちょっとこれ着てみて。ぜひぜひ、はい、茶バブ、茶タンバブってダダ茶豆みたいになったんですけど茶タンバブいいっすね。あ、これサンパチですね。これサンパチです、はい、OS ですかね、これ。そうですね、トランスポート自体がちょっと今 OS かな、はい、元から OS しかないですもんね、確かね、はい、俺瞬間に来ないですね、これ。いいっすよね。なんか茶色、まあ、今日あのインナーとパンツが黒ですけれども、はい、茶色もいいし、これがこう育ってくるのと、ここ効いてますね。効いてますよね、この黒襟が。ちょっとやっぱ黒だと締まるんで、モダンに見えるのと、はい、あとはあの靴が茶靴でも黒靴でも合わせられるようにっていうので、そうですね、はい、そう、私も全身黒で靴だけ茶とか、茶と黒っていうのもこうミックスすることが多いんですけど、うんうん、昔だったらなんか黒い服には黒い靴とかだったんですけど、はい、それがなんかこうミックスした方がいいなと思うときに、ちょうどここ先に知ってアニメッチしたかったぐらいですね今から作ってますか今から絶対無理だな今から。いや、これいいな、このだから今のあのキンロックアンダーソンと開発したバブアーのこれがオリジナルチェックなんですけど、はい、このブラウンベースのバブアーチェックめっちゃいいですね。いいですよね、うん、ちょっとちらっと見える感じが、普通のセージとかオリーブとかと違って、うんうん、これもだから38だから、はい、40をもう瞬間アニコーナーですね、はい、この新しい斬新な、はい、斬新な企画になってますけど、これ別注なのでサイズもかなり広めにご用意させていただいて。あ、本当ですか。じゃああれだ、44ぐらいまでやってます。34から42まで。だから42とかだと私が着てもちょっとオーバーサイズでいいと思いますよ、うん、はい、で形はクラシックだからやりすぎてる感じにならないし、うんうん、例えば30代とか20代とかも若い方でもっと小柄でも結構ダボっと着たいかなと、はい、元から結構トランスポートってショートだけで、まあ、やりすぎてないショートだけなんですけど、はい、大きく着てもいいし、逆に今のこれ私が着た38で正統的なジャストな着方も全然ありですね、はい、いや、これね、なんかね、今ね、ふわって、はい、ふわってきたんですけど、はい、例えば、はい、この子、はい、この相性もすごくいいじゃないですか。いや、すごい。茶色の BM オリジナルツイードの上に、はい、上に
通常この感じだとビューフォートとか、はい、ゲームフェアとか、はい、結構ロング丈のものを上に着るのが正当なんですけど、はい、もうなんか見えていいんじゃねえかみたいな、はいはい、どうですかねこう見えてこの上から着ちゃうみたいな、ここ数年ちょっとやっぱそういう流れもありますよ ね、はい、なんかこの感じですね、この、うん、だ本来だと洋服的には、はい、アウターの、まあ、ツイードの上には普通着なくてツイードっていうのはアウターとして着 着るっていうのは、はい、まあ、その服飾の歴史とかクラシック愛好家の方はあるんですけど、はい、まあそれはそれとして、はい、なんかこう今の時代こうグッとくればいいじゃんっていう、うん、その英国の正しい歴史と伝統を守りながらちょっと遊ぶっていうのがありだと思うんで、はい、うん、このツイードの上にこうブラウンのチャタンバブを、うん、そうですね、どうしてもバブアーとツイードジャケットもともと結構クラシックな良さ強いので、はい、なのでこうやってちょっと作りを、まあ、今っぽくして、まあ、いるジャケットだったりとか、うん、ちょっとフィッティング緩いもので着方もあえて丈を逆にするとかっていうのあってもいいですよね。いやなんかこのセットはやっぱいいな、うん、チャタンバブ、はい、これだからこれでじゃあ私物はこれセットで売るんですよね。これいやこれはあのこれ参考サンプルで、はい、これはイベントで1名の方にあげるとかはないそうですね、今度検討してみます今度これはまあ坂本さんのね、はい、もしお店で見れるかもしれないですけどね、はい、なんかねこのなんかね、このここら辺もちょっと気になるんですけど、すごいですね、なんかジョンストンズで、はい、今回まあ BM の別注っていうか、はい、なんかこの色がちょっと気になるんですよ。これも実はちょっと、はい、シカスさんが配色組んでいただいた。マジっすかマフラーっすかこれ。これマフラーです、はい、でちょっと短い丈のマフラーで、はいはい、あとすごい特徴がジョンストンズって大体マフラー織のものが多いんですけど、はい、これニット、はい、になっていて、はい、でさらにチューブタイプなんでこう二重になってるっていうので、うん、表裏こう別の色を楽しんでいただける。珍しいですね。珍しいです。チューブ、はい、チューブ仕様っていうかチューブ仕様ですね、はい、2枚がチューブ状になってる。あ本当だ、このなんていうんだろう、まあ、袋縫い。あそうですね、こうなってるんですよね。はい、この中に何かしまえるわけじゃないですよ。そうですね、相手はないんで、あの、まあね、だからダブルフェイスは1枚だけど、はい、これはチューブ状になってて、はい、なんか普通ストールっていうか、まあ、マフラーって言い方、まあ、ストールって言い方ですかね、はい、ジョンストンズの場合だとすごく長くて大判なものが結構最近は多いですけど、このもうこれはさらっともう垂らすだけでもいいって感じですかこれ。そうですね、まあ、前で1回軽くくるっとして、ツートンだから、はい、このからしを生かしたいと、はい、折らないで巻く感じですかこれ。もう本当に折らずにもうすごいラフで適当でもう何でも、あもう通すだけみたいな、こんぐらいで最後ちょっと気になれば調整する。あなるほど、はい、なんかいいっすねこれ。やっぱりあれだな、これブラウンのツイードに映えるな、はい、なんか差し色っていうのは何て言うんだろうね、こういうの差し色っていうんですかね。そうですね、どうしても男性だと色が秋冬重くなるので、うん、こういった、まあ、明るめの色物で入れるとよろしいかと。もう普通になんかさらっとこう通すぐらいで、はい、うんうん、あいいっすね。なんかおそらく、ニットとか、まあ、赤とかオレンジとかこれ、まあ、マスタード、私は勝手にからしって言ってますけど、はいはい、こういう黄色っぽいものって一瞬なんかあれ派手かなとか思うんですけど、うん、こういうクラシックなブラウンとか英国調の柄だと違和感なくはまりますね、はい、これいいっすね。これ例えば、はい、チャタンバブに着てもいいですか、はい、もちろんです。シカさんもチャタンバブに合わせるのに黄色選んでました。いやなんかね黄色これあの政治でもいけますね、このからしは。あでもそうですよね、はい、確かに、何でも、はい、何でもいけると思いますね。ただ抜群ですね、このいいですね、このなんかブラウンのこと渋い感じに、うん、ちょっとここだけこう色を使う、しかももちろんこれカシミヤ、カシミヤ 100% ですよね、はい、だこれあれですね、もうあのマスタードっていうか、はい、からし
からしですね。からし、はい、朝9時から飲める達也っていう焼き豚のお店があるんですけどね、はい、まあ、焼き豚の頭の塩って結構ブラウンなんですよ、はい、で必ずそこの焼き豚はさらにからしがパッとついてくるんですけどまさにこの焼き豚の頭の塩のブラウンにこれがアクセントになる、はい、なるほど。でもこれめっちゃいいっすね。いいですよね。これは何ですか。これあでこれと合わせてこれ何ですか。これあのフィンガーレスのグローブ。タオルじゃないですか、ね、タオルじゃなくてあのフィンガーレスグローブですね。フィンガーレスグローブ、はい。なので今やっぱスマホ使われる方もほとんどだと思うので。あ、よくあります。こうやってこれから寒い季節グローブして。そうなんですよ。こう、あ、指がないんですね。指がないん でちょっと手首からこうバブアの袖からちょっと見えたらニットとニットマフラーを合わせていいんじゃないかっていう。これ今までこういうものってあったんですか。あ、ありますよね。あの指先がないものって、はい、ないものありました、はい。へえ、これいいっすね。便利ですね。はい、もともとやっぱ女性にすごく人気のデザインなんですけど、最近全然男性も全部出るのが、まあ、結局寒いとはいえこの先はよっぽどなんか氷点下じゃない限り、はい、普通の街で生活する分は。あとスマホがね。はい、そうなんですよ。あ、でもこれ、あ、なるほど、はいはい、この感じちょっと見える感じがいいんで、はい、もちろんこの茶葉にもいいし、はい、政治にもいいし、うん、もうこの感じも絶対いいですよ。あ、これはでも優れもんですね、うん、なんかこことここ色合っててもやらしくないですね。全然この感じだと、はい、からしだからちょっとからし少なめの時はこれぐらいこれぐらいですよね、はい、からし多めにした時はもう、もうこれぐらいでもこれいいっすね。なんかあの豚まんにもちょっと見えてきましたねちょっとツイードのジャケットでその手袋してみようかな。あ、ぜひぜひ。あ、でもこれ超便利かもしれない。本当にこの感じですね、うんうん、あ、いいっすね。なんか英国なんですけど、ちょっとなんかパリのちょっとおしゃれなジジイ入ってますねあの結構年寄りっていうかおじいさんとか、はい、ヨーロッパすごいおしゃれじゃないですか、はい。なんかちょっとね、英国好きのパリ感じますね、うんうん、フランス人的な。でも確かに向こうの方ってあの黄色のレザーのグローブ使ってる方とかも、あ、確かに、確かに。これいいっすね、フィンガーレス。フィンガーレスおすすめですね、はい、これも心のアニコーナーですね、はい、これもだからアニコーナーまとめ、ここにまとめとこうかって。こうやってかけちゃっても大丈夫ですかこれ、はい、あとは、はい、トレンチ、あ、トレンチ、タイロッケの新色。あ、そうですね、はい、新色ですよね、はい、カーキもいいですね。いいですよね。この色新色ですか。その色が、はい、新色になります。こっち、あ、シャケット、はい、これ何、下も作っちゃった感じですかこれ。あ、そうなんですよ。セットアップで今季お提案できるように。セットアップで着れる、はい。なんか今ふわっとなんか、はい、あれそういえばでもここ1回行って、はい、前グレンロイヤルあったじゃないですか。ありました、はい。グレンロイヤルはもう今1個だけになっちゃったんですか。全部完売ですか。いや、あの2階の方にご用意させていただいて。2階、なんかね、グレンロイヤルのね、はい、スコットランドですよね。スコットランドです。スコットランドの風がね、はい、ロンドンから電車に乗ってふわってスコットランド行く途中にふわって感じたんですけど、それと同じものを感じたんで、はい、ちょっと上行ってもいいですか。ぜひぜひ。いや、いいっすね。グレンロイヤルの前にやっぱ一回ね、ここらやっぱおさらいしとかないとねハワードあって、はい、剣豪あって、はい、エイボン。エイボン、ね、あ、よかった、エイボン。これたまんないですね、やっぱグレンロイヤルといえばこのいいですよ、ね、ワックスが浮き出てきているブライドルレザーのワックスでいいんでしたっけ、はい、そうですね、蜜ろうと、まあ、牛脂が染み込んでて、それがまあ浮き出てるって感じ。だ、本当はこれブラッシングして使って、はい、でまた浮き出た。でもこのままなんか、この状態のままなんか飾っといて拝みたいですねかっこよくないですかこの感じ。僕すごい気になったのは、はい、このヌメ革ですよ、はい、しかもこの、このタイプは、このトートは前からやられてましたっけ。そうですね、この、 形自体は以前からやってはいるんですけど、はい、今季ちょっとシーズンカラーで、はい、このこれ触っても大丈夫ですか。全然大丈夫です。もう育ちますよ、触った瞬間に。大丈夫ですか。まあそうですね、若干育ってこれね、本当だからサラの状態、まあ、ヌードカラーとか言ったりとかしますけど、はい、いわゆるここからいろいろ染色したりとかしていく、
これやばいっすね、ヌメ革。一番エイジングすると思う。で、大きさも私が愛用してるトートは今ここにはないか、ね、あのタイプだ、はい、あのタイプです、はい、このこの大きさのものを愛用してるんですけど、まあ、ちょっと大きくてバランスはいいんですけど、日常使いだとあと仕事とか、はい、使う場合だとこのサイズ結構使い勝手いいかなっていうのと、うん、こっちの場合だとチャックがついてないんで、はい、まあ、開けっぱで、まあ、武骨でいいんですけど、こっちの場合はチャックついてますよね。何色展開ですかこれ。通常はこっちの3色なんですけど、はい、今季ちょっとシーズンでナチュラルとボトルグリーンっていう。でこのタイプはジップがこれが便利ですね。こうついて、まあ、なんとなくこう中のものが、まあ、例えば電車とかこうやって上に乗せたりとかするときにちょっと不安だなっていう方もいると思うんで、あとちょっと酒飲みすぎたなとか、はい、これ便利ですよね。そうですね、お仕事でやっぱり使われる方は、はい、ファスナーついてる方がご安心という方はいらっしゃいますので。でこれが、あ、分かった、これちなみに育った系ですかこれ。これ育った系です。いやこれね、財布も同じ、ヌメ革ですけど、はい、まあ、ここら辺もそうですよね、はい、このシリーズで。これ私物、これ坂本さんの私物ですか。これは弊社の社長の。あ、それをもう 大事に扱って触っても大丈夫ですかこれ。本当いつもお世話になってますよ本当に。これが、はい、こうなるってことですよ、はい、そうです。何年ぐらいですか。何十年でしょうね。これもう10年以上。これがこうなるってことですからね、はい。これ開けても大丈夫なんですかこれ。大丈夫。本当ですか、はい、開けたら二度と来るなって言われて大丈夫ですか。おお、なんか大切な言葉が書いてありますなるほど、うん、何も書いてないですけど。これだからもうおそらく手持ちのところ、はいはい、多分ここが最初に味出てくると思うんですよね、経年がして、はい、で最終的にはこうやって飴色になっていくとは思うんですけど、うん、はい、エイジングする前のこのヌメ革の色って結構すごい好きで、このヌメ革のトートって単体で見るとなんかちょっと結構派手だなって印象になって、うん、まあ普通こういう落ち着いた色とか黒とか、はい、遊んでもネイビーに行きがちなんですけれども、はい、実際合わせてみると結構ね、いいんですよ。チャタンバブに、はい、で、もうからしですよ常にからしからしをちょっともうふわっとこう一回巻くぐらいですね、もう、はい、これぐらいまでいいですよね、一回巻くぐらいまでね。はい、大丈夫。もうこれ、この子ね、しないですよね。こうちょっとこれぐらいにこう、馴染むっていうか、あれっていう感じが結構いいと思うんですよね、うんうん、この感じが。まあ、もちろん正しいというか正当的には、はい、まあ、落ち着くっちゃ落ち着くじゃないですか、はい、だけどやっぱりヌメ革でまあ外すというか、うんうん、ちょっとモダンなブリティッシュスタイルになるかなって思うし、もう変だし、もうこうやってなんかおじさんみたいに見えるけど意外とこれいいと思うんですよ、はい、この肩掛けみたいな、うんうん、マジでいいっす。自分でやってていいなって思って自分でやってて今収録忘れましたけどでも本当合いますねこれ、うん、もちろんこういう感じも、うんうんうん、ね、いいですね。いいし、でさっきのフィンガーレスグローブ、うん、こうでこうチークみたいにポッチョって入れちゃっても、うん、アクセントになるかなっていう。でもちろんまあ休日も使えますし、はい、例えばなんだろう、本当パーカーとか軍パンとかすごいカジュアルで、うんうん、もうこのヌメ革のバッグがあるだけでちょっとねピリッとね、エレガントなね、うん、もう馬飼いたくなるようなヨーロッパのフランスの方のエレガントの風がふわってきますから、はい、いい感じですよねすごくいい、はい、じゃあ今回、まあ、これもちょっと行きたいところなんですけど、はい、まあこのチャタンバブと、スイードのオリジナルジャケットと、まあ、これはちょっとこれ考えよう、これは考えるから、はい、この2つをちょっとアニガイさせていただきます。ただサイズは40なんで、はい、入荷したらすぐ、はい、すぐコット通り走っていきますで、なんか
坂本さん知り合いの方がぜひ兄貴に飲んでほしい、はい、そうですね、なんか英国、スコットランド、はい、英国ですかね、イギリス、はい、だからイギリスのなんかビールがね、なんかぜひ兄貴に飲んでほしいってことで、なんか先ほどなんか届いたらしいんで、はい、じゃあそれ向こうので冷えてるんですかね、そうですね、はい、じゃあそれちょっと一緒に取り行きましょうね、はい、ぜひぜひ、はい、じゃあそれでちょっと乾杯して、はい、はいはい、じゃあちょっとビールをですね、はい、じゃあ私はこっちにしようかな、じゃあ坂本さん、はい、これは、まあ、ある方が、はい、ブリティッシュメイドにもゆかりのあるある方が、はい、ぜひ兄貴と坂本さんに飲んでほしいと、はい、ウィンブルドンっていうイギリスのビール、はい、そうです、ですね、はい、でこっちがエールで、はい、こっちがラガー、なんかね、はい、醸造の作り方がちょっと違って、私もあのスコットランドとか、イギリスに行った時にあのビアっていうとエールかラガーどっちだって言って分かんなく、最初はエール次が、ラガーって言ったんですけど、はいはい、なんかねちょっとね苦手がちょっとね、なんかグレープフルーツ割りみたいな、あの全然また風味がまた違うんで、ちょっと味見してみましょうかね、はい、このなんか缶の雰囲気も良くないですか、なんかこのちょっとミニ缶みたいな感じ、ブリってますね。じゃあブリティッシュメイドに乾杯しましょう、はいね、いつも私あの一人で洋服買わせていただいて外で乾杯してたんで、はい、嬉しいですね、ありがとうございます。じゃあブリティッシュメイドに乾杯しましょう。乾杯、ありがとうございます。どんな味ですかね、うん、同じだ、うん、あのね、なんて言うんだろうフルーティーっていうとちょっとあれかもしれないですけど、はい、あのねグレープフルーツサワーをすげえ大量に飲んだ後に、はい、ビール飲んだ感じの苦みがあるっていうか、なんか明らかにはあれですね、私がずっとエールを飲んでた味と全く同じですね、はい、どうですかラガー。あ、でもすごい飲みやすくて美味しいですね、うん、いやうまいですね。じゃあ次回はそうですね、じゃあスコットランドか、ね、スコットランドかロンドンで、ね、はい、あの乾杯できたらいいですね。そうですね、はい、まあできたらということで、はい、グレンロイヤルはスコットランド、スコットランドです、はい、ですね。ジョンストンズは UK、これもスコットランドですね、場所は、はい、スコットランド、はい、そっか、チーニーはノーサンプトン、ノーサンプトン、はい、ノーサンプトン、はい、いや、じゃあ次回はじゃあノーサンプトンからお届けするということで、はい、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。最後に乾杯しましょう、はい、はい、乾杯、はい、最高です。あ、マジでうめえなこれ